はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画図形第8弾をやっていきます。で、今回も3問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、いつも通りこの後この問題文外して解説やっていきますので、問題見ながら解説をね聞きたい方は、パソコンであれば別タブで開いてもらったりとか、あとはツイッターの方では画像をね上げてますので、それをチェックしながらなので見てもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からちょっとね、今回問題文この辺がね書き直しまくってたらぐしゃってなっちゃったんで、ちょっと見にくいんですけども申し訳ない。じゃあね、早速1番から解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ下げますね。よいしょ、もうちょっとこの辺が、よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。前回ねちょっと解説ね1個忘れてしまって、後で補足になっちゃって申し訳なかったです。ちょっとね以後気をつけます。ではまず1個目が半径3の半球ですね、の表面積を求めに行きます。で、ひとまず球って、まあ球から先にやっていくんですけど、球の表面積とか体積とかってたまにポロッと出てくるんだよね。模試とか受験でもそうなんですけど。で、たまにひょっこり現れるんで、結構忘れちゃうことかも出てくるんで、今回ね、1問だけ入れたんですが、まず球の表面積です。で、表面積の公式、R とか使って覚えてる子はそれでも構わないんですけど、自分よく日本語で書いちゃうんですが、表面積は半径2回ですね。体積は3回なんですけど、で、それに、π と4をかけれます。よく 4πr2 乗ってやつですね、表面積は。ちなみに体積は半径3回で3分の4です。3分の 4πr3 乗になります。で、それの半分なんだよね、半球だから。だから、公式通りやっていくと、半径かける半径かける π かける4かける半分だから2分の1って、おっしゃ終わりって感じがするんですけど、これで終わっちゃダメね。で、今回意図的に1番は図形を載せませんでした。で、たまに載せないように意図的に狙ってくるパターンもあるので、これね、半球をこれね、まあ書けないんですけど、ざっくり書くと、まああって、こういう風な、まあ円を、あ、いいじゃない、球を半分に切った状態ね。で、表面積っていうのは目に見えてるところ全部の面積を足さなきゃいけないと。で、今出したこの表面積、2分の1っていうのは、外のカーブの部分だけなんです。まあ、ヘルメットの上半分みたいな感じ。球を半分に切ってるんでね。で、それだけだとまずい。なぜなら、ここが今見えてるから。半分に切ったことによって、ここ、球っていうのは、バッサリ切った時に切り口が円になります。円。だから、ここの円の面積も足さなきゃいけない。で、半径3って分かってるから、円の面積、これ、プラス、半径かける、半径かける、π と、それを足してあげてください。これで表面積 OK。で、上を計算すると、ここ約分して2だね。で、差段額で 18π、9π ってなるので、足すと 27π、平方センチメートルと、これで終了になります。まあ、半球出てきた時は表面積の方が危ないんでね。体積は半分にするだけで OK なんですけど、表面積は切り口が出てきちゃうんで、ここに。まあ、そこだけ気をつけてください。で、次、扇形です。扇形がこうありますと。で、これの周の長さが 3π プラス24だと。その時、こいつの面積を求めようっていう問題。で、これはですね、オーソドックスに解いていくんだったら、中心角を求めに行きます。求められるんで、今から。求められるんで、求めたら、じゃあ公式で面積求めようっていうのでもいいんですけど、今回紹介するのはそれじゃないのをちょっと紹介します。まあこういうのもあるよっていう。で、今回、周の長さが 3π プラス24。周っていうのは、こことここと、ここ。周りの長さ全部ですね。で、今、ここ12で、ここ12じゃないですか。もちろん両方同じなんでね。だから、24はそこで賄ってるんで、ここは 3π なんです、今。この個の部分がね、3π になってると。で、そっから中心角求めるってやり方もあるんですが、まあ扇形のね、問題解いた時にもやりましたけど、比を使って、個と面積イコール、こっちは円の話をするんで、周と面積。まあ、長さと面積、長さと面積ってやつですね。これを使うと一発で解けます。
で、どうやるかっていうと、こっちは扇形の話なんで、扇形の弧は3π じゃないですか。今あるように。3π。で、面積わからないんで、ここは x にしときます。イコール。で、比を解くとき右側、円の話。まあ、どっちでもいいんですけどね。これは逆でも構わないんですが、円の話なんで、半径12の円周を書きます。で、円周は直径かける π です。これが円だと思ってね。グイーンってなった時の円だと思ったら、直径かける、半径12なんで直径24かける π で円周はこうなる。で、同じように半径12の円の面積をここに書きます。で、12が半径かける半径かける π なんで、12かける12かける π で、144π になると。で、あとこれ解いたら終わりです。もう。これで終了になる。で、やっていくと、まあ、なかなか外外書けるので、まあ、先ここ約分しちゃってもいいけどね、こうやってね。で、やると、24x イコール、これがあえて書けないでもいいかなと思います。計算しなくても。その方が24で今から割りますよね。その時に、これよく自分が使うんですけど、約分って数がでかくなればなるほどめんどくさいし時間かかるんですよ。で、掛け算のままにしておけば、こうやって約分して、こうやって約分することが可能です。18か。で、これで x イコール18。あ、ごめん、π があったね。π か。ごめんね、π が残ってた。π があるんで、だから面積 18π 平方センチメートルですねと。これで終了となります。で、今回はその中心角求める方はちょっとね、あえて紹介しないんですけど、まあこういうやり方もあるよと思って、ね、ぜひね参考にしてください。で、中心角の方を求める方は、まあ本編でやってるので同じような問題をね、なのでちょっとね今回は省略しちゃいますが、まあ、こんな解き方もあります。で、今回のボスですね。ちょっと、問題文と若干ね、形というか、大きさが変わってしまってるんですが、条件は満たしてるので、この図を使って説明していきます。で、ややこしいんですけど、今、AD とここ BC、まあ、これが平行なんですよ。いや、後から出てきますけど、ここと、ここも平行になってます。DC と GB ですね。で、中点、CD の中点を打ったので、ここの長さとここの長さ、ここね、DE と EC が同じになってます。で、あとはまあ延長し、うんぬんってやつがあるのでいいかな。で、ABF です、ここ。ここね。で、これちょっとね、書き込むと、次の説明できなくなってしまうので、これ書いておこう。三角形 ABF が15平方センチメートルなんです。で、この条件だけを使って DFG を出しに行きます。で、DFG はここです。この細長いところ、ここ。この面積を求めたい。です。で、これをやって、まあ、これもね、きっとやり方いっぱいあると思うんですけど、まあ、自分がやったやり方はですね、先に使うんでちょっと証明を一個します。で、どこかっていうと、ここ、AED、この三角形と FEC、この三角形、こことこね。これ合同です。で、ちょっと口で言ってしまいます。なぜかっていうと、家庭から、ここ、長さ同じですね。で、平行なんで、ここが錯覚で同じになります。錯覚。で、ここ対頂角で同じなので、一組の辺とその両端の角が同じだから合同っていうことができます。なので、合同っていうのがゲットできたから、こことここの長さが同じなんです、今。これ後で使います。もちろん、こことここも長さ同じだけどね。では、行きましょう。で、これはですね、どう攻めるかっていうと、まあ、補助線また使っていくんですけど、ね、案の定。もともと出したいこの、今三角形、なんだか DFG か。この面積を出したいのね、DFG、この細長いのを。で、これを切ります、一箇所。で、どこで切るかっていうと、こいつ。と、よろしく開けようか。この青に分けて考えます。だから今赤と青を足したものがこれと一緒ね。一致する。でも別々に攻めていくから。で、どう攻めるかっていうと、まず補助線ね。青の方が簡単なんですけど、赤からいきます。青はさっくり終わるから。こことここに補助線引きます。この2本ね。
ちょっと使っちゃうんで、いや若干厄介なんですけど、でこう引くとですね、何が起こるかって、今もともと引いてた赤の面積、ここと今作ったこの三角形下の赤の面積同じになります。なぜなら平行です、ここ平行ね、底辺共通です、 DE で。でこうね、面積が同じってのやりましたけど、平行な時高さの場所スライドさせてきても面積同じです。なぜなら高さが同じになるから、絶対に。これも本編でやりましたけど、だから上の赤が下の赤に落ちてくるんです。いいかな。で次にそこの赤と、今下のね、ここの赤とここの面積が同じです。これは簡単で、こいつとこいつ高さ同じだね、同じ B ってとこに高さを作ってるから。で底辺の部分も長さ同じです、さっき証明したから、合同で。だからもともと上にあった赤が下まで落ちてきたんです、ここだから今ここに映ってきたからね、こうやって映ってきたと思ってください。で次、青は簡単です。ここにありますけど、この青この面積と同じになります、ここ。なぜならこれはすごい、こっちと同じで底辺の長さ同じです、ここで。高さが F っていう共通なもので作ってるから、底辺高さ同じなので一緒になると。だから上でね、分けて考えましたけど、もともと求めたかったこの子は下のこいつ、よいしょ、の面積と同じなんです。分割して下ろしてきましたけど、で同じになると。でこれちょっと黒を使うと分かりにくいですけど、今三角形 ABF、 戻しますよ、はここにあります。こいつが15なんです。でよく見ると、ここの長さとここの長さ、さっき同じってやりましたね、合同で。これ ABF15、 この塗った赤のところ面積半分ですよね、 ABF の。なぜならこいつ大きいのとちっちゃいやつ高さ同じです。底辺が2倍から、あ、ごめん、これから半分になっただけなんです。底辺だけ半分にしたらもちろん面積も半分になります。だから三角形 DFG、 この面積は15の半分なんで2分の15、これ単位書いてあったよね、あるね、平方センチメートル。もちろん小数で 7.5 と出しても OK です。うちは俺分数使う派なんでね、こっちで書いちゃいますけど、こういう風に解いてみてください。で前回みたいにね、ちょっとまだ忘れて付け足しとか補足で動画撮っちゃうこともあると思うんですが、基本的に問題を作って、まあね、自分で作ったり問題集が取ってきたりしてるんですけど、作って自分で解いて速攻動画を撮り始めちゃってるんで、これからもねミスが出てしまうかもしれないんですが、もしよかったら今後もぜひお付き合いください。では今回は受験対策動画図形第8弾をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ね、ちょっとまあ図形単元かわかりませんけど、また次撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。